出ますはいはい。おはようございます。6時ですね。そうですね。新しい朝ですね。新しい朝感ありますあ,ありますよ。だって、ほら、視界が見える。<laughs> 視界が見える <laughs> <念>。すい <laughs> でもやってんの <laughs> えすい、あのー、でもやってんすかいや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 。 ICL 手術が完了した初めてのフリーアジェンダなんですよ。ICL。IC L はい。ICL って何の略ですかうん。いいコンタクトレンズ。ああ、なるほど。おお意外に、意外にいいですね。あり、うん、でしょでちなみに何な,何なんだよ、あれは。お安なんだろう。インターナショナルクリエイティブラーニングとか。ああ、インターナルコンタクトレンズかな。 あそうかも。ICL。i c ン ICL。i m p l a ン t a ン l e contact lens. あ近いですね。ああ、いやいや、同じようなもんですね。なるほどなるほど。Implantable。そんな言葉があるんだね、うん。でもこれはね、感動しますよ。ヒカルさんはできなかった身だと思うんだけど。できない。悲しい。うん。同じ悲しい、うんでもし。手術はね、 結構2回やるのはきついなっていうぐらい気持ち悪かった。ええ、そう。うん。えちょっと待って、やばい話。いきますちょっとじゃあ、その手術自体、うん、手術意思決定、うん、手術せ施工、うん、で今みたいな話で聞こうか。そうね。うん、そもそも手術を意思決定するのに僕1年かかってんですよ。2021年末ぐらいに ICL やりたいなって思ってて、 なんだけど、この周りの受けた人の話聞いて、はぁ、怖いよってなって <laughs>、もし僕の目が変になっちゃったらどうしようって言って怖くって、一年間、<い>やっぱりやーめたって言って、寝かしてたんですよね。うん。なんか、うん、ツイッターかどっかで見た気がするよ。うん、あの、アシールどうなのみたいな。はいはい。寝かせるモと。うん。寝かせる山と。で、ああ20、すごい、2021年の、うんうん 確かに12月くらいに、なんか i c l の話してる気がするね。うん、してる、うん、で、怖くてやめてた。で、なんだろう、その体験された方から、某企業家から、なんかちょっと乱視が強くなって、もう一回やんなきゃいけないかもとか、そういう話聞いて、ヒ、うん、ーって、怖いよーってなってたんですよ。うん、それが21年だったんですけど、22年の間、 に出張回数がなんか100回近くになってや<ば>いや、やばいじゃん。毎回そのメガネとコンタクトレンズと液と歯ブラシとみたいな、携帯しなきゃいけないものの多さと、あとそのあ朝こう目入れたりとか、あとメガネにしたりとか、あれの煩わしさがなんかすごい上がったんですよね。出張が多くなったことによって。それめっちゃだるいなって思ったのと、 あ、そういえばっつって、その21年末に ICL やった初日2日目ぐらいが調子悪いって言ってた人がいて、この人に1年経ってどうだったのって言ったら、最高だったって言って。うん。え、最高なんだと思って。で、こういうのは勢いがあるときにじゃないと決めれないなと思って、よし、決めたって言って、その場でこう申し込みをして、あの、けあの検査っていうか、検査の申し込みをその場で あの大阪で病院見つけてしたっていうのが、あの意思決定の流れです。なんで、22年の年末、12月ぐらいに、えーと、やるぞって決めたっていう感じです。それはもう、病院に行くときには、もう今日病院に行って、まあ、検査されたら、もうやりますっていうふうに言うぞって心に決めて、もう病院に向かったの、えー、個人的にはそうなんだけど、まあ、でもちょっと揺らぐものがあるじゃん。ある でも、病院側もやっぱそれよく分かってて、僕が受けたところは、初診はお金取らないんですよ。だけど、その手術の予約をする際に、えっと、まずコンタクトレンズを発注しなきゃいけないんですよね、その埋め込む。だからその発注費用は先にいただきますっていう感じで、3万円払うんですよ。うん、で手術は受けてもいけなくても、これは返ってきませんと。ううん、うん えー、いうのがあるんで、なんか、あの初診の手術を受けられるって、検査自体はただやってくれるんだけど、あのその場でコンタクトレンズ、あのもし受けなったら、もう発注しておかないと、来週とか来月とかに、えー、と手術できるか分かんないんで、えー、お金を払ってくださいねって形になってて、まあ、そこで、うん、なんだろう、強烈な意思決定を求められるみたいな感じでしたね。で、まあ、それもえい,いやっつって、3万円払って決めました。うん 大金で,、ねうん、ですよ。僕の目は割と普通の目で,で、必要なコンタクトレンズみたいなのも、そんなにこう特殊な卵子矯正とか入ってないやつだったんで、うんあの、結構すぐ届いて、1週間後以降だったらいつでも手術できますって言われて。えうん。なんで、えっと、1月の頭ぐらい、10日ぐらいに確か検査に行ったんですけど、 1>, 1月の二十何,何日とかにはもう手術いつでもできますよみたいな感じで言われててうん、うんで、本当は1月中にやる予定が、まあ、ちょっと出張の予定が重なったりとかして、えっ、ー、と、2月入って、えー、先週ですかね、えー、手術を受けたっていう感じでした。うんうんうん、へなるほど。うん。だからなんかし、しみとりとかあの、わかんない、美容整形とかも、今ってこう行ったらその日に手術して帰ってこれるみたいな。 口、整形みたいな感じと、うん、ほとんどこうカジュアルさ的にはあんま変わらなくて、うん、なんかシュッて行くのを2回やるだけいや。めっちゃカジュアルだね。ねあでもその前にも1回行ったかな。なん,なんかこの日も来てくださいみたいなのあった気もするけど、基本的にはなんかあの本当にカジュアルに終わっちゃったみたいな感じ。手術以外は。で、今終わって何日目くらいですか今ですね、終わって土日月火水だから5日目ですね。 うん最高最高以外の言葉は出てこないんですけどあの、うん、手術の体験は最悪だったんでそれ話してもいいですかもちろんあの手術日は2時ぐらいに病院行ってで1時間半ぐらいかけていろんなこう点眼目薬かその瞳孔を開いたりあとは麻酔用の目薬とかを本当 何分かおきにずっと打ちまくるっていうのをするんですよ。うんうん、で、目が程よい感じで何もこうぼやけてよくわからんみたいになってきたときにあ、なんでその間も結構待ち時間があって。ああでう怖、怖くなってきた。そう,そうそうこ、怖いじゃん。<laughs> で、1>, 1時間半ぐらい経った後に、はい、じゃあ、ヤモトさん、ついにみたいな感じで、その手術をする部屋に通されてくるんですよ。で、そこの中にも待合室みたいなのがあって、うん、なんかソファーに <laughs>、 腰掛けた人が4人がぐらい並んで、るんですよねこっちはこうぼやけて見えないんですけど、でみんなこうあの目を使わないでくれって、なんでリラックスしてソファーにこう深く腰掛けて上を向いて待ってなさいみたいな感じで、うん、人間モロモットみたいなのが4人並んでるんですよ、自分含めて。<laughs> 怖<い> <laughs> で、そこの部屋入ってからもその麻酔用の点滴とかをこう、うん、またその看護師さんみたいな人がバンバン打っていくんですよね。 でそしたら結構元気な声で、じゃあ、何にさん行きますよみたいな感じで、順番にこう看護師さんが手を取って、手術室に連れていくんですよ。うん、で、本当に15分ぐらいすると、その人が帰ってきて、うらうらってなんか喋って出ていくみたいな、うん、ので、こう、明確に自分の番がいつ来るか分かるんですよね。うん。それ待ってる間は結構、心地が良くないというか <laughs>。いや、めっちゃ怖いんだけど、それ。<laughs> そうそう <laughs>。 めっちゃ怖くって、いや、俺が失敗したらどうしようとか、なんか、ちょっと思っちゃうみたいな。順番待ち嫌だね。そう、嫌なんですよね。で、うん、えっと、通されるじゃないですか。通されたら、あの、完全に、あの、滅菌室みたいな、しっかりした手術室で、おーみたいな、こういう体験なかなかないなって思って、とりあえず座って、で、えー、っと、ま、いろいろ処置施した後に、手術自体は、なんかこの瞳孔開いてる、あんま見えない目なんですけど、 ずっと目を開いとけって言われるんですよ。なんでこう、まぶた絶対閉じないようなテープとかでこう止められて、でそうで。医者がその上からめちゃめちゃ光が当たる顕微鏡で見ながら手術をするんですよ。僕の場合は多分医者が手で手術してるの、うん、あの、レーザーで切る人もいるらしいんですけど、そっちの方がいい断面で切るらしいんだけど、僕は手でやるタイプで。で、うん、上向いて、 で、上向いてる間に消毒液みたいなのずっとビシャーってかけられてうわぁ、もうやだ。で、その上からなんか分かんない、よく分かんない布みたいなの一回ガッて押し付けられて、で、その上からシューズ、こうカッ,カットして、で、はい、じゃあ今 ICL 入りまーすみたいなので、こう入れて、はい、押されますよっつって、こう眼球をブーッと押されて、うんその間もずっと目は開いてるんですよ。うん でずっとなんかあの、よくわかんない、消毒液みたいなずっとかけられてて。目だけ海の中にいるみたい,ないや。やばいんだけど、<laughs> ディストピア感が。うん、でも本当それが5分ぐらいで片目終わって、え、終わったみたいな。うん、あの、よしあとあと、あと1個だけ我慢すればっていう感じで、なんか両目10分、15分ぐらいで終わって。で、終わって、なんか、あの当然、瞳孔開いてるんで、まだよく。 ぼやけてるんですけど、明らかに視界があのいいんですよ。うん、あれ見えるみたいな。<laughs> あれ看護師さん結構可愛い,いとか見えるんですよ。うん、うん、で、あのえ見えるってなったところで、あのじゃあスマホ出してくださいって言って、スマホを渡してその滅菌室でハイチュウつって写真撮られる。無理ごめんな<で> <laughs> なんかそういうサービスがあって、意味わから謎に <laughs> それで写真を。 撮ったりで僕はなんかあんまり目も見えてないんで顔も緊張しててこわばってるんですけど後ろで医者とかがピースしてていやいやいやパスでしょって <laughs> そうそうそうなんかめっちゃ面白い写真が一枚撮れて、うん、で手術室から出てあの、うん、で少しほあの目が落ち着くまで病院の中で過ごして20分30分ぐらいですかねで今日はこれで終わりですっつってで注意事項とかいろいろ言われて で大量の目薬とか飲み薬渡されて終了みたいな。うん、で、頬眼鏡かけて帰る、うん。まあまあ怖かったけど、でも、まあ、そんだけってそんだけっていう言い方もできるね。いや、そうそう、なんかね、もう一回やれって言われたら、結構、あの手術の緊張感とか、こう怖さみたいなぶっちゃけあるんだけど、うん、その何、何言うたらその15分。うん、たったその15分の苦痛を我慢して手に入る、この、 世界うわすごいすごい、うん、本当に大満足してるえー、いいなうれしそううんめっちゃ嬉しいもん今うんめっちゃうらやましいいやめっちゃうらやましいな 1>, 1週間はこのあの「スラムダンク海南に出てくる宮益さんがつけてた保護メガネみたいなものをマストでつけなさいって言われるんですようんなんで1週間はこれつけながら寝なきゃいけないんでマストで 目をかかないように。なんか、うん、その煩わしさは正直まだあって、なんかこれ、これだとまだ ICL 手術前とそんな変わんないんですけど、これも完全に外して過ごせるようになったら、なんか本当に世界変わったなって実感できる気がする。意味は自由だ。うん。ええー。ですよ。でもすごい、なんかあれだね。うんま、マジカジュアルだね。 マジカジュアルだった。うん。だって1週間後にできて15分で終わるんでしょ。そう。うん。すごいよね。なんか、ネイルサロンとかより短いんじゃないですか。<laughs> 確かに。整骨院ぐらいの感じよ。そっかでもわかるんだね。うん。いられてんの。うん。わかる。めっちゃ押し込まれる。うん、えいえいって。やばっ いやわしも実は1月に人生初でその手術と呼ばれるようなものを受けまして、はははいはい、はいそれはもう完全に記憶、あの処置された時の記憶がない、いまあ、未だに何されたかも分かってないくらいで<お>。<laughs> へぇ、全身麻酔のやつ全身麻酔じゃないあの、全身麻酔じゃないんだけど、なんかあの動脈注射みたいなやつで、昏睡、うん、薬みたいなやつ打たれて、うん。<laughs> だから、その,の手術室に寝て、はあ、で、注射しますって、点滴しますって、点滴打たれたら、数秒後に記憶が全くなくて。うん、え怖い、そっちの方が。で、ばって、なんか突然目が、なんか、うっすら目が覚めたら、もう終わってて、うん、終わりましたみたいな感じで、うん、意識も朧ろとしてるみたいな。うん、もう本当に、うん、その間何があったか分かんないレベル。うんえ。もう怖い。そっちの方が怖い。楽じゃない楽だけど怖い。<laughs> えー、自分がやれって言われたら、めっちゃ怖い、それ。 もうでもやれっていうかもうなんかもうあれなんですよ何もないんですよただ点滴、うん、しますはいっつてブラックアウトそのさブラックアウトから目覚めた後は、うん、なんかめっちゃ違和感とか痛みとかあん手術の時はまずその意識がめちゃくちゃ朦朧としてるから、うん、なんか周りの人が言ってることは理解できるんだけどなんか俺めっちゃ謝ってたな <laughs> 謝ってた。なんかうまく喋れなかったみたいなのがあって、無駄に謝ってた気がする。なんかちょっと意識もぼやけてるから、<当> <laughs> 謎の行動を取ってしまうみたいで <laughs> どうも、フリアジュネです。あすいません、違いました。<laughs> <laughs> そうそうそう、そうそうそうじゃなくて。でも痛みとかはない。ないんだ。直後,はない直後は、その後はあったりするのあなたは普通に。あなたは普たは普通に。痛みが戻って。あの が切れたら戻ってくるあ,あそうなんだ、うん、ちなみに ICL はなんか人によるらしいんですけど僕はなんか手術終わった直後あの海海から上がった後の目の痛み分かるああかるあの水の中にいっぱい入ってた後って分かってんのかな分か,分かる分かる分る分かる分かる分かるう <laughs> ちょっとしみ,しみるじゃんそれが1時間ぐらい続いた後は別に何の違和感とか痛みもなくて、うん、もう本当何もないって感じ そうですよねだからついうっかり本当にこすっちゃいそうで怖いから眼鏡結構大事だなと思ってえでも1週間こすらなかったらもうなんか目の中に定着して、うん、まあ普通の人みたいに、まあ、たまにこすったりとかしても平気ってことなのうん、うん、なんか定着の問題っていうよりは普通にこの網膜をカットしてるからそれが<あ>塞がるまでの間雑菌が入らないようにっていう そうそう、そっちの問題なんだよね。破壊的変化が一部にあるんで、うん、あの、そう、菌が入らないっていうのが一番大事だし。取り出すこともできるんでしょう。なんか、それもどうやって取り出すかとか全然イメージわかんない <laughs>。いや、同じでしょなんか消毒液をぶっかけながら <laughs>、上から髪を引いてカッターで切るんでしょう。でもあれどこだっけとかなんないのかな <laughs>。<laughs> ね。 そうだあともう一個あって、なんか ICL のレンズって真ん中にこう穴が開いてるらしいんですよ。はい。で、今もそうなんですけど、光を見ると、ちょっとこの、その穴の光、光の周りにこういうサークルみたいなのが見えたりするんですよ。ああ。グロス。うん。うん。だけど、それは脳が慣れると消えてくらしいんですよね。ああ<ー>。で、え、マジかやと思って。う,ね、うん。うん、そんな俺の脳はアホじゃねえぞって思ったんですけど、 うん、きあの一昨日ぐらいまでそのサークル見えてたんですけど、昨日からサークル見えなくなって、俺の脳はアホだったってなってまし、えー、アホじゃないんじゃない賢いんじゃない <laughs> 今賢いんだ脳、うん <laughs>、うん面白いね、それ。そう面白い。なんかそのサークル見える世界ってあんまりないじゃん。うん、今までない体験だったから、うんわ、結構おもろと思って、僕は結構ずっと見えてていいのにって思ったんですけど。そんな常時見えてんだ、うん。うん。その、なんだろう。 点灯点灯って点なんかあのいわゆるこういう幅の広い光ではなくてこう点になってる光って街中とかにいっぱいあるじゃないですか街灯とかああいうのの周りにサークルが見える感じああそういってでもなんか普段でもあるあるあそうそうそうたまにあるよねうんでもなんかあれもだから目が慣れてるのかね、うん、だから暗いとこからいきなり起きて目の前明るかったらちょっと ああ確かに。でも消えてくから、うんうん、あれも脳の問題なのかなそうかもしれない。でもなんか、裸眼の時って、こう、ぼわっと見えるじゃん、ぼわっと。ぼわっと見える。あの、ICF のやつは、ぼわっとじゃなくて、ほんと、円が縁取られたものが見えるんですよ。へぇ<ー>。だから、<ー> <laughs> 街中、そういうとこ歩くと、何円がいっぱい見えるんですよ。<laughs> いや面白い。で、面白いじゃん。え、面白いと思って。 面白いなんかぴったりハマるやつとかを見つけるゲームとかし, <laughs> しちゃう絶対俺 <laughs> <laughs> まあでもその円が見えるのえどういう時に見えるんだろうとかどういう光やと見えないんだろうとかあの結構散歩して遊んでたんですけど、うん、消えちゃったんで僕の念能力解除されちゃったんでちょっと悲しいなとは思ってます何、はい、の念能力何系なんですかね <laughs> 具現化系ですかねそうっすね うん、無限回けですかね。うん。っていう感じだったんですよね。i c ルの貴重なポート、はい、体験談でございました。ちなみにあ、あの、金額は金額、はい、えっと、僕のところは、僕は誰も紹介してくれる人がいなかったんで。えー、なんでそんな悲しいこと言うんだよ。<laughs> <laughs> 大阪だか,からさ。嫌なんだろ、それ。悲しいわ。なんか東京だといっぱいいたんですよね、うん、その、紹介。 これで5万安くなるよとか3万安くなるよってなんですけど、うん、いや俺大阪やからなみたいなああなってえっ、ー、ととりあえずもう自分でググっていったんですけどそこは58万円かなああ全,部全部込みであのさっきのコンタクトレンズ剤とか入れて、うん、しますね、うん、まあしますよね値段がカジュアルじゃないな値段だけは可愛くないんですようんうんそれ以外はもうみんな可愛かったんですけど 絶対持ってやすくなると思うんだよね、だから。そうですね。世界に溢れる気はするな。いやー、これ人気出ちゃうね。俺だけ取り残されんだよ。<laughs> いいじゃんじゃあ、ヒカルさんもさ、片目だけ ICL してメガネをかけるっていうプレイを。誰少だるいな、本当に。<laughs> <laughs> 片方だけだったらあれかな。いや、全然楽にならんな。 なんないね。なんない。うん。うん。全然ならんなまあ、ヒゲとかと同じで付き合っていくんですよ、それはきっと。いや、でもまあ、でもヒゲなんて脱毛したら、もうそれでおしまいじゃんかさ。でも痛いじゃん。脱毛う,うん。まあ,まあまあまあって感じじゃない。絶対めっちゃ痛い自信あるんで。あの自信や。いや、うん、ICL 羨ましいよ、でも。 そんな感じでした。あの、大阪と東京と福岡にある病院でやったんで、うん、実は東京でもできたらしいんですけど、あ,あ,あの、リファラルプログラムがあるんで、ご関心がある方は、ぜひ私にご一報ください。まあ、結構いると思うね。うん、58万ね。お急いそれとは決めがたいけど、でもど、どう考えてもやれるべきようにできるなら。そうだね。 うん、あれコンタクトレンズ、僕ソフトコンタクトレンズで2週間使うやつを14年間使ったんですよ。14年いや20年。20年だわ。20年使ったんですよ。それっていくら払ってんだろう本当だよね。うん。58万でしょ、ね、だから、だから29年間2万ずつ年間払うサブスクと考えれば、うん、まあ全然安い。だから今後を考えると、まあ、今後も、ね、年取ってもコンタクトレンズするんだとすると、まあまあ、 結構いい買い物だったなって言える気がします。分かります。同じ考え方をすると思いますね。うん。いや、でも俺できねえからな。悲しいぜ。いや、ま、た俺の分も、うん、俺の分も IC が楽しんでくれ。うん <laughs> <laughs> ラガーを楽しままていただきますお俺の ICL はお前に託した。<laughs> 分かった。あでもヒカさん、もしやよかったらなんか次会った時とか僕がその水ぶっかけながら手術するあのデモとかはヒカさんにやってあげてもいいんで。絶対知りたくない。<laughs> 全く知りたくない。怖えんだよ。あ <laughs>、はいじゃあ寝てくださいっつって。はい、まぶた絶対閉じないでくださいねっつって。上から水ぶっかけたりとか。してもいいんですよ。怖えんだよ。怖えんだよ。<laughs> あの体験はクソでした。怖かった。ね、そういうのももっと楽になるといいんだけどね。そうね。はい、じゃ、お疲れ様でした。そんな話です。はい,い。はい、ということで、皆さんいかがだったでしょうか。今回はテスト的に、あの話している様子を動画で撮って。あの、そのまま公開してみました。せっかくなので、私もちょっと久しぶりの動画出演です。 ということであの、ぜひ今回の話の内容だったり、この動画スタイルの感想をツイッター等で教えていただけるととてもあの参考になるのであの、ハッシュタグフリーアジェンダでツイートしていただけるととても嬉しいです。で次回予告ですが あの、二人よく市役所とか区役所とか燃やしがちなんですけど、今回なんとヤマティが大阪市役所を燃やしてしまったみたいなので、その話をしたいと思います。次回もお楽しみに。次回はちょっと温泉のみになります。皆さんのコメントなんかを見ながら今後のスタイル検討していければなと思ってます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ